する？ずいぶん経ってたんだ。正確な日数はわからないけど、このエリアから大人がいなくなって、だいたい100年くらいと言われてるわ。100年、全然ピンとこないな。じゃあ、そろそろ飛空艇に。うわぁ！何？何か用なの、バハムート？ティアバビロって呼んだ方がいい？我が神明を気軽に他者の前で呼ぶやつがあるか！どういうこと？会うのは100年ぶりってわけだけど、このバハムートとは顔見知りなの。この悪魔のしもべと？悪魔のしもべ？ごめん、それって多分ランとレーンのことだよ。なるほど、あのガキだ。はぁ？ランとレーンが大群の悪魔なの？見つかいたち、特にセグリはですが、赤の予言を作るときにやった脚色なんだと思うけど。でも青の予言でも最初から悪魔のことは書かれているから、もしかしてこの二人それを読んでたの？レンなら読んでたかもしれない。そうだけど、むしろランが面白かったかもしれない。なんか伝説のイメージがどんどん崩れてきた。何にしても、あの二人が大群の悪魔なんて呼ばれたのは、結局あなたたちが調子に乗って好き勝手に暴れてたからじゃない。そんなことより見つかいどもだ。長いこと封じられたのは仕方がないとはいえ、あのブレッディスがバハムート軍を名乗り、この世界の王となっておるなど我慢ならん。奴らはどこにいるのだ？それを聞きに来たの？でも、奴のそばに100年近くいたからわかるけど、ティア・バビロー、あなたじゃブレンディレスの足元にも及ばないよ。なんだと？エクスナインナイツ、聞いたことあるよね？外世界の神、我ら賢人、そして人間の結合体。外世界の神？賢人？何なのそれ？青の予言の原書に少し書かれているの。抜粋するとこんな感じ。無の中に光と闇が生まれ、光は幻の獣を生み、闇は魔のものと、その間の人を生んだ。世界を包む、さらに外の世界を、侵略と破壊のみを糧とする神あり。その神、無と有の両を持つ意思通じぬ神。ある世界でできたほころびは、幻の獣を人の身に封じる術をもたらした。しかし、それは外世界の神とも通じるほころびだった。その外世界の神が見つかいたちだっていうの？正確なことはわかんないんだけど、そもそもこの予言が語る意味や彼らの本質は一切伝えられていないから、だからあまりにも不確かなこれら序の部分は原書のみに残され、直径にだけ受け継がれたの。じゃあ、あなたってその…うん、一応初代召喚師の直径、そして最後の大人の召喚師ってことかな。でもあなたたちにも召喚の技術が伝わってたみたいだから、少し安心した。奈落貴様は、ブレンディレスはエクスナインナイツだと言いたいのか？ええ、そうよ。彼は原書の神話に書かれている次元を超えた存在、ある意味神と呼んでいいのかもしれない。あなたの知っているブレンディレスとは全く別物よ。今のあなたじゃ触れることすらできないわ。いや、認められぬ。そのようなことはありえぬ。
ブレンディリスがどのようになっているかなど関係ない。我こそが真のバハムート王、ティアバビロナリー。まあすぐ切れるのは相変わらず。ちょっと急に。これは、うわあ、伝説の悪魔って俺らのことだったんだ。まあ私は薄々気づいてたけど。姉ちゃん、しかし昔のことはあんまし思い出したくなくなってきたよ。でもなんかアウィン姉さんが言うには、うちらの悪行の大半はこいつらが作ってたっぽくな。ブーン、ザー、今だ。ブーン、ザー。これはどういうことだ。相変わらずすぐにイライラするのやめなよ。なんじゃと。それと見つかいどもにお前がかなわないの本当だと思うぜ。今行く。まずは貴様らを殺し、我の強さを証明しよう。
バカな。これほどの差はなかったはずだ。多分俺らもう前より強くなってるぜ。今って2周目みたいなもんだし。ねえティアバビロ、私らあのブレンディレスと戦うよ。一緒に行けば一石二鳥じゃない？負けた者に選択肢などなかろう。好きにしろ。私たちが勝ったの？悪魔のしもべに？なるほど、ラーンとレーンがまたしもべにしたみたい。え？ラーンとレーンが？どうやって？わかんないので今度二人に聞いてみましょう。キスティスが言っていた時間はそろそろでしょうか。バラムガーデンが悪魔を呼び出している。そういう報告が来てるのよ。呼んでるんですか？わけないでしょ。ではその現れるという悪魔の正体は？それを調べてくれない？出てくる時間帯は大体同じみたいだから。しかしその悪魔というのは一体何なのでしょう？おお、俺が悪魔か。なかなか面白い反応だ。で、お前から見て私は何に見える？率直に言えば、やはり悪魔ですかね。おお、そうなのか。ええ、そもそもあなたは100年前から悪魔のしもべと呼ばれていますよ、ディアボロス。しもべ？なるほど、あいつらが悪魔と言われたのか。ん？なら私自身のことではないではないか。つまらん。この世界の混乱に乗じて何をするつもりですか？決まっているだろう。悪魔のしもべのすることは一つ、さらなる混乱だ。なら、ミラージュ使いの彼らに代わって。余興くらいにはなるといい。な！なんだ、これ。俺たちが相手だ。の、貴様ら、ここで何をしてるんだ。何をって、乱入的な助っ人？おお、乱入助っ人！なんかかっこいいかも。今がわからん。いけ！それはどうだ。なぜ私はここにいるんだ。はっはっは。焦ってる焦ってる。今の貴様らを見せてみろ。少し休むわ。
逃がしません。ここは？お前の悪夢だ。シェルク。え？兄さん。ああ、そうだよ。ずっと探していたんだ。私を？当たり前だ。あの日、クリエイターになったお前がカテドラルから逃げ出したと聞いて、あれからずっと。そうだったの？だって兄さんは私より優秀だったから、母さんや父さんから期待されてたから、クリエイターになって。それからどうしたんだい？兄さんがカテドラルに行ってから、家の中はギスギスして、兄さん連絡つかないから、母さんは心配しすぎて、父さんはお酒ばっかで、火事になって二人とも。だから私はもうカテドラルに行くことしか考えられなくて。お前が母さんや父さんを殺したのか？違う。だってそうだろう。お前が迷惑をかけたから、お前がしっかりしなかったから、だから毎日叱られて、だから火をつけたんだろう。違う。私はそんなことしたんだ。私が火を？ああ、だから母さんと父さんに代わってお前を罰しに来たんだ。兄さんが母さんと父さんの代わりに。だから死ね。人の心を覗いて弱みを見つけて、相手が夢うつつなのを利用して都合よく事実をねじ曲げるとか、最低。最低？それ。いや、ちょっと待て。そうじゃなくてまたなのか。また？そうだ、またではないか。なぜ私は逃げ忘れていたのだ。そうなんだ。向こうに戻って向こうの世界に行くと、もし強制されたら。あのウッズヒルの住人になった私たちも、グリモワルも。ん？姉ちゃんどうしたの？なんでもない。ちょっと、待って。無限の力？それは、我らディアボロスの。そうか。あの時のバリンどもは。いけ！ならば私は、本気を落ちる。出そう！
負けたか。まあいい、昔のように好きにするがいい。まあその昔はあんまし覚えてないんだけど、ある程度は好きにさせてあげるから。ある程度はね。気のせいかもですが、お礼を言っておきます。ありがとう、レイ、ラン。
はよ。どうする？どの魂？現れたことに感謝するぜ。シルドラ！お前の一族、そして俺の曽祖父の仇、取る時が来たみたいだぜ。行けるな。よし、下界に出発だ！お供するクポ！当たり前だろ。なんとレン、よく平気だったの。で、奴はどこで目撃されたんだ。バブイルエリアにある七色の海岸近くクポ。リヴァイアさん、どこだ。現れろ。正々堂々、俺と戦え。騒がしいの。なんじゃ、お主らは。おお、あやつが先祖の仇で、探しておると。ああ、曽祖父と滅ぼされたこいつの一族の仇だ。よかろう、やつを呼んでやろう。立てんでも聞こえるぞよ、アダマンの坊や。わらわは久方ぶりの海を満喫しておる。それを邪魔してまで何用じゃ。用があるのは俺たちだ、リヴァイアさん。なんじゃこのチンチクリンは。誰がチンチクリンだ。亡き曽祖父タイクーンの仇、そしてシルドラ族の仇。このファリスとシルドラが取らせてもらう。モグも助っ人クポ。タイクーンとシルドラじゃと。おお、二人とも生きておったのじゃな。あ、待て、今仇と申したのか。そうだ、まさか調べくれる気か。曽祖父タイクーンはシルドラ族を守るためにお前と戦い死んだ。俺たちは代々その仇を取ると先祖に誓ってきた。俺の代でお前が現れたのは強行だ。俺がこの因縁に幕を閉じてやる。小娘が、お前のような小娘がわらわを倒すというのか。千年早いぞ。はて、なんじゃ、ここはどこじゃ。無限世界、時と夢の狭間って聞いたけど、私もよく分かってないのよね。簡単に言えば、戦闘だけ俺らが相手だって感じ。はて、おお、お主ら
久方ぶりではないか。久方ぶりってやっぱ私ら知り合いか。それよりファリスのヒージーさんやシルドラの一族の仇って何したんだよ。さて、実はわらわもよくわからん。ビスマルクらがキャツの祖父とやらを襲っていた時、気まぐれに手を貸してやったことがあるんじゃが、あのあと他の何かにやられたのかして死んでしもたんじゃろうって。じゃあそれってファリスたちの勘違いってこと？んじゃあなんでそう言わねえんだよ。一族の連なった恨みともなれば誤解だなんだと申したところで留飲が下がるわけはなかろう。ならばそのまま戦いを受けてやるが賢明、いや健全ということじゃな。その言い方だと誤解でも戦ってやるけど負ける気はないってわけ？当たり前であろう。そこまでしてやる義理はわらわにはない。ならやっぱり私らもやらせてもらうわね。おお、望むところじゃぞ。
が、やられてしもうたわ。勝ったのか。そうじゃ、お前らの勝ちじゃ。やったくぽー。うおー。なあアダマンタイマイ、一つ聞いていいか。ん？100年前の海の悪魔って本当にあのリバン屋さんなのか。なぜそれを聞く。いや、気のせいかもしれねえけど、あんま悪いやつに感じなかったわって。はっはっは、気のせいじゃろ。やつは確かに世に悪名高い悪魔のしもべの一人じゃ。お主は一族の恨みを見事に晴らしたのじゃ。そうか。船長、やったくぽね。おう、モグもありがとうな。ああ、よし、帰ろうぜ。あの白き悪魔と並び暴れられておったリバイアさん殿が、随分とお優しくなりましたな。うるさいな。生きておるのがバレたら面倒じゃろ。もう少し黙っておれ。この辺りだと思うな。お前は強き者か。現れた。お前が噂の辻斬りだな。辻斬りだと。くだらん。私は正々堂々と剣を交えておるだけ。どの被害者を見ても一方的に切り捨てられているように見えたぞ。剣を持つ者同士が剣で戦う。これは歴史とした勝負事である。一方的に見えたのであるが、その者らの技量が低すぎたということだ。そう考えると百年足らずで剣士の力随分と衰えたということだな。嘆かわしい。ざれ事だ。勝負事だというのは
私とも正々堂々と戦ってもらおう。おお、良い気を待つ。望むところだ。ん？これは。悪いな。俺たちとも戦ってもらうぜ。辻斬りとかやめなさいよね。貴様ら。逆たぶりに相手をしてやるのも良いが、今は百年ぶりの強き剣士との出会いに胸を躍らせておるところだ。この空間がどのような仕掛けのものかわからぬが、躍らせてもらうぞ。あれはラン、抵抗しないで避けて。マジかよ。斬鉄剣。おお、かわしたか。はっ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 は。やはり貴様は100年ぶりに出会えた強者であろう。しかし剣を持たぬ者とは戦え。新たな剣を手に私の前に再び立つがよい。一筋の光のようだ。悪魔のしもべ、オーディンの弱点。ああ、あんたは彼らを直接知っていると聞いた。だからもし何か知っているなら教えてほしい。オーディンか。一つ、当時の噂なんだけどね。来たか。私の前に同じ剣で立つつもりか。ああ、ただ一つ試させてもらう。キャミューン。ん、そやつまさかラムの孫だそうだ。どこで聞いたか知らぬが、それが貴様の奥の手か。ああ。どうした、顔色が悪いようだが。うるさい。こたびこそ真っ二つにしてくれる。もしかして雷が怖いの？あ、そういえば昔もラムーニだけは頭が上がらなかったよ。へえ、それってマジ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 ？そんなことないわ。
前の技量が私の技量を超えた証。強き剣士に出会え満足だ。良い戦いであった。とはいえ、ギリギリだったな。しかし、これで辻斬り騒動も終わりだ。ラミュー、ありがとうな。ラミュー。それと、ランとレーンの陰ながらの助力にも感謝しよう。あとは。またそろそろあいつをぶっ飛ばしとかないとな。シバ！なんだ？どうした？悪、滅びよ。ああ？悪ってなんだよ。っていうかお前なんだ？私はシバ族の絶対正義。眼前に現れた悪を見逃すことはできない。ああ、何言ってんだお前。見たのはそのシバ、すでに魔神に侵されている。嘆かわしい、とても嘆かわしいことだ。いや、こいつは別にそういうのじゃねえぞ。残念だ。早急に命を絶つことが賢明。私の氷で永久の眠りにつくがいい。はっ、んなことさせっかよ。なんと、お前がネブラから抜け出したっていう男の芝か。なんか正義とか言ってたけど、人を傷つけてこっちの世界に来たんでしょ。どう考えてもお前は悪、正義は俺たち。くだらん。行くぜ。お前の犠牲はつきものだ。こんなセリフを言う人は大抵悪だ。今よ、覚えときなさいよね。ってことないっす。
だかわかんねえけど、こいつは大丈夫だよ。俺のルシの力でこんな力を手に入れてるだけなんだ。ふむ、確かに言われてみればマシンっぽい悪意は感じぬな。ふむ、では詫びと言ってはなんだが、一つだけお前の戦いを手助けしよう。最初に何かをぶっ飛ばすと言ってたな。てか、いつもスノーさんが殴ってるんですよね。そのせいっぽいですけど、前に行くね。よし、なら今日こそは決着をつけてやる。でも、ちゃんと弱点をついて長期戦にも対応。いいよね。溶けてしまえば元の木阿弥だけどね。あ、そうじゃんか。じゃあこの後どうすればいいんだ。相変わらず爪が甘いな。斬鉄剣。もう見まねだったが、うまくいったな。おお、正義の一撃、お見事。姉さん、その呼び方はやめてくれと前から言ってるだろ。マジで助かったよ姉さん。人の話を聞け。あ、そうだ姉さん、村に寄ってセラに会って行ってくれよ。久しぶりだろ。お前はまず人の話を。今どうする？どの。